まあ、俺はたまたまトンネルズさんっていう、はい、あのメディアで活躍してる姿を見てああなりたいなと思って上京してきたんだけど、はい、今の若者がかっこいい大人がいないからその行き詰まってるんだ理論はちょっとあんまりよく分かんなくて、自分がなりたいようにむしろなれるから、はい、自分はこうなりたいっていう像を自分で作り上げられるんじゃないかなと思って、俺はたまたまメディアにすごくビッグスターのトンネルさんっていう人がいたからパッと目に留まったけど、もしいなかったらいないで、その目標を人じゃなくて何か物とか何か見つけて行動してたんじゃないかなとは思うけど。